今度こそ。おい霊夢、朝っぱらからあの狐なんであんな形相でうろうろしてんだよ。マリサ、今日は何の日かわかる？まさか。そう、今日はお肉特売日なんだよ。いやいや獣神祭だろ。獣神祭がついに来たから、今度こそダッキーを手に入れたくて燃えてんだろ。なるほどねー。今度こそダッキーちゃんを絶対に 100% 確実に完璧にスマートかつ大胆にお迎えしてやらー。うおー、燃えるぜー。あれ、なんだか本当に熱くなってきた。おい、マジで燃えてんじゃねーか。消化消化。今月も始まりました。ダッキちゃんを狙って獣神祭100連ガチャ。今回第2回となるわけですが、前回は結果は良かったもののダッキちゃんが当たらなかったので、前回予告した通り、今回こそは絶対に当てたいと思います。まだ前回の100連ガチャ動画を見ていない方は、ぜひそっちも見てくれだぜ。Twitter でも支援イラストや画像をたくさんの皆さんからいただいたし今回はいける気がするね。うんうん、応援してくださっている皆さんのお力を借ります。今回は100連引くけど、何個かオーブが余分に残っちゃうよな。そうなんだよ。そこで100連引く前に単発で5回引いていこうと思います。もしこの単発でダッキーが当たったらどうするの？もちろん100連も引くよ。ダッキーちゃんなら何回いても大歓迎だからね。それじゃあ最初に単発から行くぜ、1回目。単発は気楽に行きましょう。紫が見えたからダッキーちゃんかと思ったよ。相当やばいぜ。超獣神祭でありえないくらいの引きだったから、その反動で今日まで他のガチャがボロッボロの結果になってきたけど、この獣神祭ではガチャ運が戻ったらいいね。意地でもガチャ運高めてやる。2回目だぜ。ジュリエットやないかーい。まさか単発2回目でジュリエットが出るとはな。引きが戻ったんならいいけど、これ引いたせいで100連がボロボロになったら嫌だね。この引きを100連終了まで維持させたいよ。ちなみにジュリエットは前回の100連の時にゲットして、2体目になります。この調子で3回目行くぜ。あ、そういえばエヴァガチャで出るキャラの情報が発表されたよね。うんうん、どのキャラもかっこいいし、なんといってもカオル×ルシは性能もかなりいいから欲しいね。エヴァガチャ動画もアップするから、楽しみにしててくれだぜ。3回目はカシムが当たりましたね。それでは4回目行きましょう。今回の獣神祭は日によって出現アップキャラが異なってるんだよね。初日の今日は天草四郎が出やすいぜ。幸福の王子、私にも幸福を分けてくれ。おう、あなたは幸薄すぎて私の幸福じゃどうにもなりません。だって、おいこら今の絶対霊夢の言葉でしょ。単発ラスト5回目引いていくぜ。何が出るかなー。単発でダッキちゃん来い。結果はどうか。くるみ割り人形だったね。次はいよいよ100連だからそっちで当たればいいよ。燃えるぜ燃えるぜー。絶対当ててやる。ダッキちゃん一択だ。おい、また本当に燃えるからクールに行けよ。そうだね、クールに冷静に。燃えるぜー。あったかい。あいつらダメだ。それじゃあ100連ガチャ1回目行くぜ。前回に引き続いて星4キャラはほとんど当たってるので、卵がすぐに割れないことを願います。演出が起こったら星5の可能性大だからな。1回目結果はどうか。止まれ止まれー。おお、来るか。アポロだー。一回目から持ってない星5が出てくれたね。まだ出るか。一回目はアポロが当たりました。とりあえず10連で星5一体出てくれたらいいね。そうだな、10連引いて一体も星5が出なかったらショックだぜ。それじゃあ100連ガチャ2回目いきます。前回の100連と合わせると200連になるから、さすがに200連引けばダッキー一体くらい出るでしょ。割れちゃあかーん。お、来たんじゃねえか。私の名前はジュピター。星5キャラでいす。星4だろ。たまにまだ一度も当たったことがない星4キャラも出るからね。2回目はオール星4だったね。まあ、まだ8回引けるし大丈夫だろ。そういう結果になる時だってあるぜ。マリサがいつになく優しい。さては何か悪事をしたな。何もしてねえよ。聞く？勝手に冷蔵庫のケーキ食べたなんて言えない。霊夢がやらかしてるぞ。3回目の結果はどうか。ちょっと今回マジでヤバい気がする。2回目、3回目ともに全部星4だったぜ。前回よりも厳しい気がするよね。世の中もモンストも、なんでここで世の中の厳しさ出したんだよ。100連中99個星4でも1個がダッキちゃんなら私はそれで構わない。かっけえ。えへへ、そうかなー。さっきのが台無しだぜ。4回目はどうか。ついに。
待たせたわねー、うつ主。どう見てもダッキじゃねえだろ。さっき出たキャラは星4だぜ。ああ、リボンちゃんまた出た。これで3体目だからリボンと作れる。4回目の結果はすでに所持してるキャラだけど、星5が1体出てくれたぜ。この調子で100連ガチャ5回目引いていこう。今のところ星5はジュリエットとアポロとリボンの3体が出てます。そのうち2体がすでに持ってるキャラだから、できれば持ってないキャラが欲しいぜ。果たして持ってない星5は出るのか？お願いします。今回の100連はひどいなぁ。おい、うぷ主しっかりしろ。まだ希望を捨てちゃダメだよ。あと5回も引けるじゃない？出るかはわからないけど、そこは出るって言ってやれよ。そうだね、まだ5回も引けるし、絶対出るって信じてる。100連ガチャ6回目結果はどうか。あ、早速来たよ。ああ、ワットちゃんだ。この前スチームパンチ引いた時は出てくれなかったんだよね。そうだったな、ワットは星4なのに出なかったぜ。最後来るか。またしても全部星4でしたが、ワットちゃんはちょっと気になってたので嬉しいです。ワットが出たってことは、この前当たらなかったガンレオとかも出るのかな。きっと出るだろうな。それじゃあ7回目の結果見ていくぜ。もう7回目か、ここらで当てたいよね。止まれ止まれー。まさかルシとヒミコを引いた代償はこんなに大きいのか。でかすぎるぜ。いよいよこれ入れてあと3回だね。前回とは比べ物にならないくらい今回引きが悪すぎてすでに泣きそうですが、最後の最後までダッキちゃんが出ることを信じて引いていきます。そうだ、その息だぜ。100連ガチャ8回目結果はどうか。これ来るんじゃない？フィリップさんだー。サブでしか持ってなくて、前から欲しいなと思ってたので嬉しいです。とりあえず星5が出てくれてよかったぜ。次で9回目で、残すところ100連もあと2回だからね。ほんとあっという間だよな。それでは100連ガチャ9回目引いていきましょう。確定だー。星5一体は確定したから、もう一体出たらいいな。それじゃあ結果を見ていこう。あ、天草出たぜ。天草さんに引き続き、アルキメデス来たー。やっぱりスチームパンクヒーローズの星5キャラも出たね。それに天草四郎2体目ゲットです。前回当たって今回もゲットできるとは思わなかったので嬉しいです。ここまでボロボロだったけど、やっと出たって感じだぜ。このいい流れで100連ガチャラスト10回目引いていこう。このラストでダッキちゃんが出ることを願って。そうだな、絶対当ててやろうぜ。天草四郎も出たことだし、きっとダッキも出るよ。それじゃあラスト10回目の結果を見ていこう。おお、出るか。あ、アブナムート X だー。アブナムート X って重心最大3段で排出率超絶アップじゃなかったか。あ、そうだよね、超絶アップされてもいないのに出るなんて。残念なことに100連で今回もダッキちゃんが当たらなかったので、本当の最後に単発で4回引いてみますね。ジュリエットも出たんだし、もしかしてダッキも出るかもしれないぜ。うんうん、まだわからないよ。うぷ主待たせたわねーん。どこがダッキなんだよ、どう見てもただのおっさんだろ。服に紫が入ってたから、一瞬ダッキちゃんが出たかと思ったよ。紫色してればみんなダッキに見えるってやばいだろ。単発2回目行くよ。今度はどうか。やっぱり単発だとなかなか厳しいよね。冬の厳しさに比べたら大したことないよ。なんで冬の厳しさと比べたんだよ。それじゃあ単発3回目引いてみましょう。ちなみに5回引けるのになんで4回しか引かないかというと、今回ゲットしたキャラのレベル上げをするためにカメクエを周回したいから少しオーブを残しておくぜ。3回目の結果はネギトロビッチ森山だったよ。うまそうな名前だな。いよいよ単発でもラスト4回目になってしまいました。最後の最後でミラクルが起こればいいな。そうだよね、ドキドキする。ダッキちゃんどうか出てください。ラスト4回目の結果はどうか。へっへっへー、うつ主かねめのものよこせー。ダッキどころかただの強盗じゃねえか。ということで今回100連と単発で9回引いてきましたが、残念ながらまたしてもダッキちゃんは当たりませんでした。でも今回持ってないアブナムーと X とか当たったし、天草四郎も2体目ゲットできたからよかったよね。そうだな、それに今回ダッキが当たっちゃったら次回の楽しみがなくなっちゃうだろ。確かにそうだよね、今回当たらなかったけどまた次回挑戦できるね。それにこうやって引いていけば、持ってない星5もゲットできるし、当たったキャラを使っていろいろなクエストにチャレンジできるようになるからね。
また次回もダッチちゃんを狙って100連ガチャ第3弾をやるので皆さんお楽しみに。さっきも言ったけど、エヴァガチャも楽しみにしててくれだぜ。それじゃあまた次回会いましょう。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。